はい、こんにちは、石井です。こんにちは、くにょです。今日はですね、2回目の釣り動画になります。で、今日はね、ルアー釣りにチャレンジしてますんで、はい、頑張っていきます。頑張ってきます。ルアーフィッシングレッツゴーなんだそれちょっと一人で咲きました今日はどこに来てんだっけ。今日は市原市の海釣り公園だっけ。オリジナルパーク海釣り公園に来たんだけど、そう、2回目、うん、強風のため中止だったんだよね。そう、空いてないっておじさんに言われてて、で、近くの公園の、そうそうそう、で、前は釣ってると。いきます。はい。え、どうだった、どうだった。もう一回行こう。形になってないからもう一回、もう一回、イエーイいや、叩きつけてんじゃないよ釣れた釣れた釣れた。いや、これ釣れたって言わないんだよね、これね。何これヘドロじゃんよ、これもう一回行こうか。もう一回行こうか。いいね。このスローイング、まあコツとかわかんないけどかかってねえだろおいかかってねえだろちょっと見よう見まねで、なんか竿を持ち上げたりしていろいろやってるっぽいっす。バンバン行くよ、バンバン。あの、初心者なんで今さ、新しい仕掛け作りました。作った。何作ったの。じゃーん。うわー、遅かった。うわっ初めて。おい、仕掛け取ってんじゃねえかうわー、こう、草でカックスみたいな。こうやって目立たせて。あ、なるほどね作ったんじゃなくて、ついてたんだよね、それね。どん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 取れてくじゃ、これが本来の仕掛けだから。そうそうよし、これでやってみようか。やってみようかってこれで初めからやってんだよルアーどう。ルアー釣り、ちょっともう全然釣れなくて、うん、心折れそうだけど。けどさ、全然投げてないよね投げてない投げてみんな普通、なんか腕がパンパンになるやん、投げるらしいよ。え、そんな、あ、そうそう、そういうレベルなんだ。そういうスポーツだから投げるの気持ちいいよね。うん、スローイング気持ちいい。で、なんかもうこういう風にやるの。はい。ルアーって魚の形してるので、うん、まあ、こうやって魚が泳いでるように見せるんだっけ。さっき俺が言ったし魚いるの。魚いる、いる。もう髪直す髪直すそこカットするとこでしょ。まあいいや、まあいいや行きます。推定10メートルあんま止まないんだよね。おいや、おリール、もうどんどん巻いて魚、それに、それを追っかけてくるらしい。じゃあもうこう、ゆっくりゆっくりか。そうそうそう。殿下の報道出していい。殿下の報道抜きます何に行くの。帰ろうぜ引き出しっていつも一緒だからもういいらしい。行こうぜもいいしらしい、帰ろうぜもいいし原田さ、ここ押さえてたら声入ってないよ。今の全部入ってない。マジで、うん、ここ押さえてたでしょ、ここマイクだから。もう一回、もう一回、いや、もう一回テイク2いいし、これ重い。え、それ、来た。ほら、そうそう、合わせて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 。あ、やばいこれ、やばいやばい、もう来た来た。ハクハクハク、あれ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 、ゴミじゃん全然釣れねえな。くれ、ゴミだよそれ。いや、でもさっきすげえ重かったんだよ。そうなんだ。いや、風強すぎたね。ちょっと強風、あいにくの強風だったね。ちょっと場所変えようか。場所変えて、うん、もう一回チャレンジしようか。フィッシング。フィッシング。フィッシング。